演舞開演。どうも、本日はこちらの冷やしぶっかけとろろそばを食べたいと思います。先日のザルーノと同じく、これもどこのメーカーさんなのかな。あ、阪南製麺株式会社って書いてますね、ここに。見落としました。この前のやつもそうなのかな。いや、パッケージ違うし、別かな。とりあえずオープン。でも自分わさびはダメなんですよね、なのでこちらへ。はい、出来上がりました。ではいただきたいと思います。いただきます。とろろの美味しさ、大人になってわかります。とろろって昔はあんまり好きじゃなかったんですけど、今食べてみると結構美味しいですね。うまくそばと絡んでくれて、さっぱりしためんつゆに染み込んで、とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。